こんにちは、キリタレオンです。ベスト70決定戦、たくさんの応援ありがとうございました。皆様の応援のおかげでベスト70に残ることができました。これから先、ベスト35、そしてベスト20、ファイナリスト決定戦、それぞれの戦いがとても大変なものになると思いますが、応援よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok、 様々な SNS 毎日更新しているので、ぜひぜひ見てください。ショールームも毎日配信してるんですが、歌を歌ったりモノマネしたり、お話ししたりたくさんのことやってるので、気になった方ぜひぜひ来てくれると嬉しいです。これから先も頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。バイバイ。栗田陸です。上から読んでも下から読んでも栗田陸です。この度、うちのベスト70に進出することができました。本当に皆様のたくさんの応援のおかげでございます。めっちゃ嬉しかったです。でもこれからもっともっとベスト35、20、10としんどくて辛くて厳しい戦いになると思いますが、でもほんまにみんなの応援があれば絶対に勝ち残ることができると思っております。ファイナリストまで残ってグランプリ掴み取りたいと思いますので、最後まで引き続き応援よろしくお願いいたします。栗田陸でした。バイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは。名前は高坂陽です。北海道函館市出身の、20歳の大学3年生です。皆さんのおかげで無事にベスト70進むことができました。本当に応援してくれた皆さん、ありがとうございます。そして発表当日はすごく緊張したんですけれど、ベスト70決まってから一安心つくことができたので本当に良かったです。まだまだ通過点ではありますが、自分の夢でもある歌も歌えて、そして多彩な役も演じれるようなカメレオン俳優になるためにも、これから頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そして次のベスト35、そしてファイナルも絶対に行きたいと思いますので、みんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。酒井直樹です。17歳、身長182センチ、岡山県出身、スケートボードが大好きな本当に普通の高校3年生です。ベスト70になることができて本当に嬉しかったし、もっと先に進みたいと思いました。応援してくれてる皆さんがいるから僕は毎日頑張ることができます。そして今の僕にとって皆さんはいなくてはいけない存在です。これからも応援よろしくお願いします。僕はグランプリになることがゴールではなく、グランプリになってからこの生きにくい世の中を変えていきたいと思っています。17歳のパワー全開で人生をかけてチャンスをつかみに行くので、応援よろしくお願いします。こんにちは。ベスト70に選んでいただいた桜井翔太です。この度はベスト70に選んでいただいたこと、とても光栄に思っています。ベスト70に残れたのはファンの皆様の応援があってこそだと思っています。今後はファンの皆様に恩返しができるよう、そして自分の将来のためにも全力で努力し活動していきたいと思っています。そして私のチャームポイントは鎖骨にあるハートのほくろです。ぜひ見たい方はショールームに足を運んでください。そして最後に、これからもグランプリに向け全力で努力し続けるので、応援のほどよろしくお願いいたします。こんにちは。大学3年生21歳の佐藤和樹です。まずはじめに、皆さんの応援のおかげでベスト70に選ばれることができました。本当にありがとうございます。これからも自分らしく楽しみながら全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。第33回ジュノンスーパーボーイコンテストに挑戦した13歳、中学2年生の塩谷龍也です。僕は将来モデルなくとを目標にジュノンスーパーボーイコンテストに応募させていただきました。その結果、第3次審査通過、ベスト70に入ることができました。
本当に皆さんのおかげでここまで晴れたことを誇りに思っています。ありがとうございます。もう残り4回の審査で全てが決まるので、皆さんご協力よろしくお願いします。篠原瑞希です。皆様の応援のおかげでベストセブンティーに進出することができました。応援してくださった皆様本当にありがとうございます。次の雑誌にも載ることができて本当に嬉しいです。改めてここで自己紹介させてください。私は東京都出身、大学3年生、21歳です。趣味は食べることで、最近皆様が配信や SNS などを通して、皆様のお住まいの地域のご当地グルメについて話してくださるのが本当に楽しいです。これからも楽しみながら、でもジュノンボーイとしてふさわしいよねと思っていただけるように頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。そして、最終選考会何しようかなっていうのをちょっと気が早いかもしれないんですが考えているので、皆様ぜひ最終選考会まで末永く応援よろしくお願いします。菅原真央です。19歳大学1年生です。出身は福島で今は東京に住んでいます。特技は歌うことです。高校3年間軽音楽部でボーカルをしていました。今は弾き語りに憧れていてギターの練習をしています。趣味はディズニーが好きで家族と早く一緒に行きたいです。正直ベスト70に自分は残れると思っていませんでした。ですが応援してくださっている方々のおかげもありここまで来れました。今やるべきことをやり少しずつ成長していきたいです。絶対にグランプリを取るのでぜひ応援よろしくお願いします。愛知県出身、高校1年生、15歳、杉谷明太です。僕の特技は中学からやっているスケートボードです。趣味は歌を歌うことで、ショールームで歌を披露することが楽しみになっています。自分はベスト70位に残るか不安でしたが、無事残ることができたので嬉しく思っています。ここまで来れたのは応援してくださった方々のおかげです。ありがとうございます。今後は自分をもっと表現できるように頑張るので応援よろしくお願いします。こんにちは、すぐりゆうきです。東京都出身の18歳、高校3年生です。得意なことはサッカーとピアノと絵を描くことです。サッカーとピアノはどちらも10年以上続けていて、現在もサッカー部に所属しています。長所は明るくて元気なところです。最近は豆乳にハマっています。三次審査は大変なこともありましたが、皆さんのおかげでベスト70に進むことができてとても嬉しいです。三次審査を応援していただいた方々本当にありがとうございました。次のベスト35決定戦も一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。神奈川県出身、16歳、高校2年生の菅呂雄大です。僕に、投票してくださった皆様、いつも配信を見に来てくださる方々の応援のおかげでベスト70に進出させていただくことができました。本当に感謝しています。ここまで、残れたからにはファイナリストまで残りたいと思います。歌とダンスが好きな僕をもっともっと知っていただきたいです。ファイナリストまで行くぞ。関隼太です。スポーツ大好きな20歳の大学3年生です。今回ベスト70に入ることができました。発表の時はドキドキでしたが本当に嬉しかったです。ここまで来れたのも応援してくださった皆様のおかげだと思っております。たくさんの挑戦者の中から僕を応援していただき本当にありがとうございます。ここから先さらに激しい戦いになりますが、最後に応援していてよかったと思われるように精一杯努力をしていき、感謝の気持ちを忘れずに、挑戦していきますので、これからも応援よろしくお願いします。絶対にグランプリまで皆様と一緒に駆け抜けていきたいので、これからもよろしくお願いします。瀬戸健太郎、高校3年生、17歳、兵庫県に住んでます。ベスト150、
ありがとうございました。ベスト70に通過することができました。皆さんの応援のおかげです。ベスト35に向けて、これまたベスト150よりもその時よりも頑張りたいと思います。なのでぜひ応援よろしくお願いします。受験勉強も頑張ります。こんにちは、宗城響です。僕の宗城という名字は全国に40人ほどしかいないと聞いています。とても珍しい名字だと思うので皆様ぜひ覚えてください。僕は洋服が大好きで、先日久しぶりに買い物行き洋服をたくさん買いました。とっても嬉しかったです。そして今回ベスト70に進むことができました。ここまで来れたのも応援してくださっている優しい皆様のおかげです。チアーズでたくさんチアチアしてくださった方、ショールームの配信で応援してくださった皆様、プラチナジュノンで毎日投票してくださった方々、雑誌投票してくださった方々、本当に皆様ありがとうございます。僕はジュノンボーイコンテストでグランプリになるという結果で皆様に必ず恩返しをします。これからも皆様と一緒に楽しむことができるような配信や投稿をしていくので応援よろしくお願いいたします。染谷亮介です。皆さんおかげで無事にベスト70選出されました。本当にありがとうございます。これからはもっともっと多くの人に応援してもらえるように楽しい配信を心がけて、チアーズの方ももっともっといろんな僕を見てもらうように たくさん投稿していくので、もしよかったらこれからもぜひ応援の方よろしくお願いします。そして最後に、そうですね、今応援してくれてるみんな、これからも僕らしく楽しく勝ち進んでいこうと思っているので、これからもぜひ僕に連れてきてください。よろしくね。じゃあね、バイバイ。こんにちは、高橋海和です。埼玉県出身の大学3年生21歳です。趣味は中学生の頃から続けているヒューマンビートボックスです。ベスト70決定戦を通過できたことは自分にとってすごく自信になりました。毎日やっていたことが評価されたような気がしてとても嬉しいです。ベスト70決定戦を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも皆さんが楽しんで応援できるよう頑張ります。ベスト70決定戦を通過してグランプリになりたいという気持ちがより一層強くなりました。次のステージへ進めるよう一日一日を一生懸命過ごします。これからも応援よろしくお願いします。武田さみです。中学3年生の14歳です。身長は178センチです。ベスト70に選んでいただき本当にありがとうございます。嬉しくてちょっと呆然としてしまいました。僕も努力していてもどうしたらいいのかわからなくなったり不安になったりしましたが、応援してくださる皆様のおかげでここまで来ることができました。本当にありがとうございます。そしてまだ30、20、そしてファイナリストというまだ長い道がありますが、そこまでどうぞお力添えをよろしくお願いします。ファイナリストになりたいです。頑張るので応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは、今回ベスト70に選んでいただいた谷本富士です。ここまで来れたのはいつも応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも皆さんの応援なしではファイナルに行くことはできません。今後ともより一層努力しますので応援の方よろしくお願いします。最近はギターにハマっていてひたすら練習をしています。ショールームでもよく練習しているのでよければ遊びに来てください。こんにちは、土屋拓海です。皆さんのおかげでベスト70に入ることができました。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。僕の名前は鈴木優也です。1999年9月6日生まれの、現在20歳です。血液型は O 型です。星座は、乙女座です。そして僕の特技はブレイクダンスとモノマネです。ブレイクダンスは高校生の頃から始めて、人前で、踊ったりすることが大好きです。今回ジュノンボーイコンテストベスト75に、残らせていただき本当にありがとうございます。皆さんの、応援があって、毎日朝早くから夜遅くまで、一日中応援してくれて、次の日学校や、
お仕事がある中で、毎日毎日本当に睡眠時間を削って、僕を応援してくれて本当にありがとうございました。次はジノンボーイコンテストベスト35なんですけども、今まで以上にもっともっと僕も全力で頑張りますので、これからも鈴木屋についてきてください。よろしくお願いします。どうも、みなさん、どうゆうたろうです。茨城県在住の21歳です。僕はダンスが得意で、その中でポッピンダンスというジャンルがとても好きでやっています。ポッピンというのはロボットダンス的なものですね。ですね、今回ベスト70に残って大変嬉しいです、ね、このベスト70に残れたのも、この、ね、応援してくださった皆さんがいるから僕が残れたわけで、ね、これからも配信など投稿などでね、僕の魅力をどんどん皆さんに伝えていけたらいいと思っています、ね、今後もグランプリに向けて頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。愛知県出身、高校2年生の富山るきです。まずベスト70に選んでいただいて、すごく嬉しいです。もう決まった瞬間ガッツポーズしてしまいました、一人で。芸能活動をね、一切したことなくて、ジュノンのコンテストにの、ね、出場したということで、ここまで来れたのも本当に皆さんのおかげですので、とってもね、感謝してます。ここから、次はベスト35に向けてグランプリ結果的にはね、なろうと、努力して頑張ろうと思いますので、ね、これからも頑張る気です。応援よろしくお願いします。こんにちは、中野太陽です。高校3年生、17歳です。部活では中学と高校でヨットをやってます。昨日の部活で日に焼けてしまい、顔が赤くてすみません。僕の長所はスーパーポジティブで、短所は楽観的すぎるところです。皆様の応援のおかげで、思ってもみなかったベスト70進出を果たすことができました。本当にありがとうございます。頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。中本ディランです。12歳、中学1年生です。今から英語で自己紹介をします。 My name is Dylan Nakamoto and I'm 12 years old and I like to play guitar, tennis, karate and shogi. I was born in Osaka and raised in Hawaii. Thank you. ベスト70に選ばれてとても嬉しいです。次はベスト35に向けて頑張っていきたいと思います。皆さんも応援よろしくお願いします。